穴蔵です。今まで、生きてきて、ちょっと病気になる前のことで、これは今思えばストレス反応とか、なんかのメンタル的なものとかっていうのがね、今となっては思えるってことをちょっと話したいと思います。ですね、まず一個、これちょっと前話したかな、まあまだ働いてる時、その集団の中で、ある時、エレベーターは使いますよね、普通に。あの時5、6階だったかな、1階から。で、自分は普通に登って行ってるわけですけど、結構一緒にいた人がですね、常に階段を使うんですよ。で、別にその時は本当に深く考えてなくて、あ、そうなんだって感じで、分かったみたいな感じで、過ごしてましたけど、今考えると多分閉所恐怖症なのかなとか思いますね。だから閉塞感とか、そういう密閉空間にがちょっと苦手だったってことですよね。不安症の一つかな。彼は仕事もできたし、コミュニケーションも普通に、むしろできる方だったぐらいで、別に普通にいい人だったんですね。車とかバイクも好きそうで、うちにこもってるような趣味っていうより、外でわんさか、それこそ普通に普通の人でしたね。行動力もあるし、そういう人であっても、なんていうかな、そういうものを今この病気になってからそう思ったんですけど、そういうものを人に言わないけど持ってたんだなっていう、ね、意外でね、意外だったな、意外な人がって感じで思いましたね。だって健康の時なんか、病気の子、病気でもなければ、メンタル系の病気でもなければ、特に病気のことなんかいろいろ考えないじゃないですか。だから今となって病気になってからね、いろいろ勉強していく中で分かったことですけど、いろんな人がいるって感じですよね。言わないけど。で、あとね、印象に残ってんのがね、なんか知らないけど、プレッシャーを感じるとね、口をもぐもぐする人がいたんですよ。まだ彼若かったですね。すいません、ちょっと座ってるとこがちょっと動いたんで、なんか動物かな、動物とか蛇でもなんかいいのかなと思って。だから口をね、もぐもぐさせてたんです、その人。口の中でもぐもぐって感じかな。だから病気で、その原因は分かんないですけど、よく精神疾患の人でもいるじゃないですか、口をもぐもぐしちゃうっていう人。ストレス、自然にストレスをそれで発散してるのか、
場合によっちゃ薬の副作用、まあ、いろんなケースがあると思うんですけど、その人は多分今話した人は、まあ、まあ健常者でストレスに弱いタイプだったのかなとか若かったし思いますね。うん、あ、そうだ、ほっぺたのこのとこにこうやって舌を当てるような仕草をしてましたね。だから結構ねストレスを受けやすいタイプだったのかなとか思いますね。まあこの病気になっていろいろ勉強しましたけど、まあ勉強したっていうかいろいろ考えましたけど、まあストレス耐性っていうのは人それぞれなんですよね。それはなんとなくね健常者の時からも分かってますけど、そんなこと深く考えないじゃないですか。だからっつって、だけどこの病気になってからは、うん、まあコップの水のそうですね10分の1ぐらいの水の量で溢れるまですごく余裕のある人もいるし、もう8分目ぐらいまで水が溜まってて、ちょっとしたことでもストレス耐性オーバーな感じで、まあメンタル的に来ちゃう人もいるしっていうことでね、その幅は広いなと思っていうことは実感してますね。まあね、これじゃあストレスが弱い人は病気になるのか、強い人は、病気にならないのかっていったら違くて、まあそういう傾向はあると思いますけど、じゃあ 10% の水の量でも100のストレスが来れば溢れちゃうわけで、じゃあ 80% の水の量の、ストレス耐性の人が 10% のストレスでも溢れないわけで、だから人をそれぞれ発症するかっていうのはあるんですよね。だからなんつうの、まあ一概に言えないってことですね。ねえ、80% の人でも 10% 溜まったらどっかでそのストレス 10% 分吐き出してうまく生活してる人もいれば、10% ぐらいの体勢をストレス体勢を持つ水でね 10% のこのぐらいの人でもストレス発散しなければガン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 増えて溢れちゃうって、そんな感じですよね。まあちょっと待ってね。まあですからいろんな体制の人がいるから適度にやっぱり健常者でもきっちり溜まった水は外に出すようにして排出しないとパンクしますよって話ですよね。持って生まれた器はそれぞれなんで、まあそんなとこですね。うん、だからやっぱりね、他にいたかな、ちょっと今考えただけでもちょっと2人しか浮かばないけど、まあいいや、まあそんなとこです。また会ったら動画にしますんで、思い出したら。以上です、アナグラでした。ありがとうございました。失礼します。